まず、はじめになんですけども、私の簡単な本当に自己紹介だけさせてください。改めて、私はキクタス株式会社という会社をやっています。もともと新聞記者を始めて、2008年からこの会社を始め、公共機関だったり、企業、作家の方のポッドキャストを100番組以上これまでプロデュースしてきました。おかげさまでポッドキャストは3億回合計で今ダウンロードされています。 そしてその一方でですね、プロインタビュアーとしての活動をしています。例えば、羽生結弦さんだったり、林真理子さんだったり、いろんな著名人の方から、各界のトップダウンの方と対談をさせていただいております。はい。そしてですね、今までに今日この後ゲストで登場いただく本田健さんの番組だったり、池袋ウエストゲートパークで著名な石田稲さん。 の番組をはじめ、これまでたくさんの番組をプロデュースさせてきていただきました。ということで、改めてなんですけども、今日、ポッドキャストでブランドを作る方ということで、特別ゲストにですね、作家の本田健さんをお招きして、これからお話を伺っていきたいと思うんですけども、もう本田健さんご紹介の必要もないと思いますが、ミリオンセラーユダヤ人代表の教えをはじめ、きっと良くなる20代にしておきたい17ことなど、著書200冊以上、累計発行部数、 え、800万部を突破されています。そして、今回、ケンさんに出ていただく、やっぱり一番の理由はですね、まさに、この12年前からですね、本田ダケンさん、ポッドキャスト番組、本田健ケンの人生相談、ディアーケンということで、番組を毎週毎週、もう600回以上にわたり続けてこられました。 そして私は、その、まあ、お手伝いをずっとさせていただいていますので、なぜポッドキャストでブランドが作れるのか、ポッドキャスト始めたい方に向けて、僕一人が話すよりもですね、やはり本田健さんにどんな感じなのかっていうのを直接伺った方が、より皆さんにも具体的に伝わるのかなというふうに思って、今日はお忙しい中、わざわざ本田健さんにお越しいただきました。ということで、お待たせいたしました。今日の特別ゲストです。本田健さんよろしくお願いします。 よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はいはい、作家の本田健です。今日は、ポッドキャストの魅力を、えー、YouTube ライブズ Zoom、そして、はい、えーい、えー、l i n ライ i ライブ,ライライブはい。<laughs> なんか、矛盾してるような、なんか、すごくいけてるような、なんか、そういう感情半々感じますね。はい。そうなんですよね。なので、まあね。 けんさんがご自身で話しされることは結構あると思うんですけど、まあこうやってゲストで出ていただいて、うん、ポッドキャストについて話すっていう機会はあんまりないですよ、ね。いや、もう初めてですよ、この12年間で。あ、よかったです。うん、はい。まあじゃあそういう意味で、あの、まあ先ほどにも話しましたが、やっぱりシンプルに今日一番伺いたいのがですね、はい、あの、うん、ケさん、ちょうど2010年の まさに6月からだと思うんですけど、ポッドキャスト、本田兼の人生相談、リアー今も5000万ダウンロード突破しましたけども、うん、まあ本当にそもそもですけど、なんでポッドキャストを始めたんでしょうかというところから伺っていきたいですね。はい、これはね、あのちらっと円さんに質問されてあの、話したことがあるんですけど、こ、はい、のさのること4、5年前に、はい、僕のメンターのメンター、だからなんかこう、師匠の師匠にあたる、はい。 あの、バンダール、あの、渡辺さんっていう、ああ、はい。有名な占い師の方がいらっしゃる。はいで。その方が毎週火曜日だったか、水曜日だったか、あの、8時から家に帰られて、はい。の電話を転送して、1時間だけ人生相談を、こう、若い女性からの電話をね、受け取って、はい、で、9時ぴったりで辞めるんだったかな。とにかくそれ1時間、もうずっと何十年もやられてたってことを聞いて、はい。で、すごく感動したんですよね。うん。 その理由は、もう鑑定量がすごく高いから、若い大江人とかそういった人たちっていうのは、先生に直接見てもらう、相談するっていう機会はないわけですよ。うん、なので、当時はもう電話ですから、電話で、その、たまたま先生の、あの、繋がった一人だけが相談する権利が手に入るというか、で、それをね、すごく大事にされてたそうなんです。で、それ聞いて、 そうか、毎週1時間、すごいなと思って、ど、どんな日でもちゃんとその日は家に帰るっていうことをされたんですよ。で、それ、すごい感動したんですけど、いや、僕、同じことはやれないなと思ったんですよね。スケジュールも変わるし、だいたい僕、同じこと、毎日やるの苦手なんですよ。はい、で、それで何かでも、なんか、皆さんにね、読者の皆さんに還元することができないかなっていうふうに思ってて、で、その時に早川さんから、陽平さんから連絡をもらって、はい。 で、ポッドキャストって高校高校で、あ、ポッドキャストか。それだったら、僕はどっかで収録さえしとけば、なんか何曜日の何時に行かなくても、うん、その、その、僕の1時間とか2時間とかを使って、はい、誰かのその人生に貢献することができるんじゃないかなと思って。うんうん、なので、これはサッカーとしての、その、なんか皆さんへの恩返しというか、はい。 なんかお役に立てることができたらと思って、うんで、本の読者の方たちが本を読んでも、この場合はどうなのあの場合はどうなのっていう質問がいっぱい出てくると思うんですよね。ああ、そうですね、うん。そういうふうなことにお答えすることができたら、読者の方ともその直接つながれるし、うん、まあいいんじゃないかなと思って、あこれをもう絶対あのやらせていただこうと思ったのが一番最初のきっかけだったんですよ。うん、これ実際今でこそね、やっぱりこう、うん、特にこの2、3年であの、やっぱりリモートワークとか、 いろいろ配信のプラットフォーム、スポーティファイとかアップルポッドキャストとかにらポッドキャストって聞いたことある方も増えてきたと思いますけど、うん、当時はね、まあ本当に僕もケンさんも、まあ名前は知ってても、あれ iPod で聞くんだっけとか、まあいろいろその程度だったと思うんですけど、そ,でね、それでも、あの、そういう意味で、まあその音声自体に魅力を感じたと思うんですけど、他にも、まあケンさんで言う方法ってあったと思うんですけど、なぜポッドキャストだったんでしょうね。はい まあ一つにはね、あの、当時、その、えー、顔出しをしないっていう。ああ、そっか。なので、はい、2019年まで一切顔出しをしてなかったんですよね。はい。なので、それをやらなくてもできる。まあ、だからテレビの出演断ってましたし、はい。ラジオもね、なんか生放送で行くいうそう、スタジオに入らなくちゃいけないじゃないですか。うん。それがあんまりやりたくなくて、はい。それで結局、その、躊躇してたのが、うん。 その、ポッドキャストであれば、一番最初は確か早川さんのオフィスに、あの、収録スタジオに行ったと思うんです、ね、ああ、そうですね。<laughs> あとは、その、音声的に、そうはい、スタジオじゃなくても大丈夫って聞いて、うん、で今僕はまさしくいるこの部屋を、はい。10窓になってるんですけど、はい、それを30窓に変えて、うん、ここをある意味音響室みたいにしたら、うん、こう自宅のリビングにいるような感覚で収録ができるんだったら、まあ、やってもいいかなっていうか、やりたいなっていう気持ちになるっていうので、うんうんうん まあそういう意味で音声メディアっていうのと、自宅でやるような形でそんなにストレスがなくできる。はい、わざわざ赤坂のスタジオに毎週通うとかだっ大変ですけど、一月に一回半日スケジュールさえ取れば、ができるんだったら、それぐらいだったら全然そこまで負担なくできるなっていうのと、一番大事なのは、その前にね、あの心理学のレポートを読んだことがあって、人はどういう時に親近感を感じるのかってレポートだったんですよ。 英語で読んだんですけどで、その時面白いなと思ったのは、人はテレビで見る人に関しては憧れと軽蔑を両方持つそうなんです。へえ<ー>。だっていうのは、その自分の目とお目目と、それからテレビが離れてますよね。はい。だからそこに分離があるんですよ。確かに。うん。なんで、そのなんかあいつは悪いやつだとかね、言ったり、はい、あ、の人すごいってなったり、まあ、いずれにしても上に見るか下に見るかっていう、うん、 関係で、ハイリスク、ハイリターンなんですよね。はい。だから、最も好きな芸能人と同じ名前が最も嫌いな芸能人に上がったりしますよね。うん、確かにそうですね。そうなんですよ。で、あの、それもアメリカでも全く一緒なんですけど、で、それで、その、音声っていうのは、例えば、ラジオとか皆さんお聞きになった年代かどうかわかりませんけど、はい、深夜ラジオのファンっていうのは、例えば、みんな、もうなんか、その、パーソナリティの人のことも親戚ぐらいに思ってるんですよね。 うん、だから、なんとかちゃんって言ったりとか、もうなんか、会ったことないんだけど、すごく親しみを感じる。はい、うん。で、ラジオ放送の,の、はい。のショッピングっていうのは、クレームがないんですよ。扇風機とか、なんか、トーサとかいろんなもの売ってても、うんうん、テレビショッピングってめっちゃクレーム多いんですけど、そのラジオってだいもともと見てないから、ものを。パーソナリティの人がいいって言って買ってるんですよね。<laughs> その人から買ってるんですね、ある意味。そうなんですよ。まあ、これアメリカも全くそうなんですけど、えー、そのテレビっていうのは、 ハイレスク入りたんだから信用されるされないっていう意味では基本的にはテレビに出る人はしんすごいと思われるけど信用はされてないんですよ。でもラジオのパーソナリティっていうのは聞かなくなった人はともかく毎週いてる人はほぼ100%そのパーソナリティのことを信頼するっていうデータが出たんですね。うん。なるほど。なぜかというとそのさっきのテレビは目で見ますけど。はい。は特にさあの最近はイヤホンで聞きますよね。そうですね。うん。そうするとね。 自分の体の中にその人が入ってきてるんですよ。だから、ある意味でその人って自分の体の一部になってるってことなんです。例えばもう生理的な反応でこの人の声が嫌だってなったら、もう絶対そんな人のね、うん、あの耳に入ってきてほしくないんですよ。そうですね、本当に。特に女性はね、耳まで入れてもいいっていう人っていうのは、はい、男性でも女性でも基本的に好感が持てる。好き嫌っていう人しか、あの自分の、自分のね、陣地に入れない。うん、テレビはもう切ることもできるし、はい、慣れてますからね。 そういった意味で、あの、インターネットラジオのポッドキャストっていうのは、はい、一旦信頼関係ができれば、それは末永く続いていく信頼関係なんですよね。だから、例えば、その、今、その、ポッドキャストを聞いてくださる人がいて、3年ぐらい行った時に、はい、5年後初めて、本田県の講演会に来た時には、もう、ほとんど他人のような感じがしなくて、あ検査みたいな形言ってくれる人は、大抵あのポッドキャストを聞いてる人なんですよ。 本当そうですね。こちらがお目にかかったことないのに、すでに向こうはもう知り合いになってる感じですよね。早く朝見たらめっちゃ久したけで、この人誰だろうと思ったりしませんかありました。この間銀,銀座で声かけられました。誰 <laughs> たいはい。本当びっくりしましたけど、本当にありますよね。ね。そうそう。で、それはもう向こうはもう一方的に毎週見てたり聞いてたりするから、うん、これまあ YouTuber とまたちょっと違うんですね。うん、YouTuber ってやっぱテレビの芸能人と一緒でちょっと離れてるから、ね、なんかあの批判もしやすい代わりに、すご、うん、うと思って、あんまりなんかこう、フレンドリーさはないんですよ。 そういう意味では、ポッドキャストってメディアは、ちょっと専門、マーケティングの専門的に言うと、はい、親近感が湧くっていうのと、尊敬があるっていうのでいくとね、はい、その多くの人たちはリスペクト、はい、尊敬を得ようとするんですよね。はい、でも、例えばテレビっていうのはリスペクトにもなるんだけど、簡単、はい、に嫌なやつとも思われるリスクがあるんですよ。はいうん、そうですね。そう。で、人はどういう人と付き合いたいかっていうと、やっぱり親近感を感じる人なので、はい ということから考えると、実はな、人生何やるにしても、親近感を感じてもらうって、すっごい大事だってことが分かってくる。これね、僕のメンターに教わったことなんですけど、はい、この20代の時にね、どうやったら成功できますかって話を聞くときに、はい、親近感を持たれる人になりなさいって言われたんですよ。どう,どういうことですかって、なんかすごい人にならないとダメだと思ったら、いや、すごい人になっちゃダメだって。すごい人になっちゃったら、その尊敬はされるけど、 あの愛されれないよよって言われたんですだから、愛されてなんぼなんだから、少なくとも好きになってもらう、うん、そのことがいいなと思ってもらうって、それはもう何やっても別にタレントやってても、お店やってても、はいあの、少々高くてもこの人の店で買いたいって思われるのはやっぱり好かれてるからなんですよね。はい、だから、リスペクトを得るのか、親近感を得るのかっていう二択があったとしたら、はい、親近感を持たれるようになりなさい。 いうことを20代の時教わったんですよそういった意味で、ポッドキャストっていうのは、リスペクトされるっていう部分はあるんだけど、それよりも、その親近感を持ってもらうっていう意味ですごく大事なメディアなんじゃないかなって思います。うん、あ,ありがとうございます。でも、今、実際、親近感ってキーワードも出てきましたけど、僕自身も始める当初、うん、やっぱりすごく話すのも苦手ですし、うん、聞くことこそプロでしたけど、うん、いわゆるポッドキャストで話すってラジオと話す、同じイメージで、 やっぱり、それこそこれ見てる方、聞いてる方も、ひょっとしたら、それはもう本田健さんだから、話が上手だからなんじゃないかって思う方いると思うんですけど、個人的にはやっぱり、もちろん話が上手に越したことないと思うんですけど、今おっしゃってたように、その聞く方って見えないからこそ、その人の本質をもう耳からだけ聞くので、やっぱり見た目とか話が上手かとかじゃなくて、その人が本当に何を思って話してるのかっていうパーソナリティがまさに伝わると思うので、話下手な人こそ、 <laughs> 個人的にはポッドキャスト使ってもいいのかなというふうに思うんですけど、その話べた、話上手、その辺のあたりで、さんどう思われますかこれはねあの、例えばセールスマンでねあの、いろいろ昔指導したことなんですけど、2>, <laughs> 2種類いるんですよ。<laughs> はい、すっごい話が上手で説得力あるタイプの人と、話しべたな人がいるんですよね。でも彼らどっちも同じぐらいすごい、例えば保険でいうと MDRT の人なんですよ。いい<ー>いろいろ話聞いてみたら はい。説得するっていうタイプのセールマン、セールスマンと、うん、お客さんの要望をただひたすら聞いて信頼されるっていう2種類があるってことなんですよね。で、人はあんまり話が上手で、こう、縦板に水っていう言葉ありますけども、もう流れるように喋る人のことを警戒する傾向があるんです。<laughs> なるほど、そうですね。話が上手すぎるぞ、こいつみたいなね。はい。はい、それよりは、多少噛んでしまったりとか、うん、っていう方が、はい、信頼できる感じがするんですよね。確かにそうですね。 そうなんですよ。だから、テレビのアナウンサー出身の方たちっていうのが、プロの講演会になりにくいのは、こ<ー>の心を打たないように練習するんですよね。はいうん、うん。だから、すごい日本語の滑舌もね、いいし、発、はい、音もいいんだけど、うん、なんかね、綺麗すぎて、うん、本人が感じられないところもあるんですよね。うん、はい。なんか、私、ただいまご紹介いただきました、元、なんとかテレビの、なんとかでございます。<laughs> だから、すごいな、綺麗だなとか、素敵だな、かっこいいなって思うけど、うん その人がどういう人か分からないから、うん、あんまりその人のファンにはなりにくいんですよね。はいはいはい、うん。それよりも結婚式のスピーチで言うと、うん、お父さんが下手くそな感じでね、娘をよろしくってなった時にもう、もうみんな泣いちゃうみたいな感じのって、はい、やっぱりお父さんの本当の気持ちが、うん 得てるからなんですよねうん、うん、だから下手くその方が僕はいいんじゃないかなと思います。今の話伺っててまさに思ったのがあの私もその12年研、まあ、さんの番組含めてずっとお手伝いさせていただいた中で結構講演家の方がポッドキャストをやりたいっていう方で相談受けて最初に必ずあのこれちょっと専門的な話になっちゃうかもしれないですけど、うん、僕番組を作らせていただく時に必ず、うん できればですけど、うん、あの、一人で喋んないでくださいって言ってるんですよ。<ー>その人がうまかろうが下手だろうが。はいはいはい、はいっ。っていうのも、 やっぱり今の話じゃないですけど、一人でよどみなく話せると逆にその多分人に伝わらないこともあると思いますし、うん、逆に話が上手でない人であれば、まあインタビュアーだったり、アシスタントの人を入れることによってきちんとした対話になると思いますし、うん、あとは逆に、まあまさに本だけの人生相談はそれを計算してやったのかと後で聞きたかったんですけど、うん、あの相方も入れて、かしかも、 質問じゃないですか。うん、つまり Q&A でその人が専門的なことをご自身のプロフェッショナリズムで話すことで、あの、やっぱり意図せざるともですね、やっぱりその聞いてる方には、この人ってこういうプロフェッショナリズムを持って仕事をしてるんだとか、そういうのが伝わると思うんですよね。うんうん、なので、講演家の方が私が一人で喋るから一人でやりたいって喋っていただいたんですけど、うん、まさに全然説得力がなくて、うん、で、逆になんか、 本人も別に営業する番組作ったわけじゃないんですけど、すごいなんか営業っぽい番組になっちゃって。<laughs> そうですね。で、そう。で、それを聞かせ、その方に聞かせて差し上げたらようやく理解していただいて、そこからあの相方を入れていただいてずっと続いてるんですけど、その辺ってやっぱりあると思うんですけど、ケンさんいかがお考えですかあのね、例えば、あの目線もそうなんですよね。はい。全くこうじっと見られたらちょっと緊張しちゃうから、ちょっと本当外してあげた方が、ああ<ー>。特に日本人はあの楽だうですよね。はい。はい そういう意味でその自分に対して語りかけられてるっていう時にもう100%自分に来られても結構うってなったりとかする、はい、ででそも意外とね誰か一人の人がいてその人が質問して聞いたらああ質問したかったみたいなで僕にとってかさんっていうのはそういう存在でまかさんももっと本当はいろんなこと分かってる方なんですけどあえて目線を落として一般のリスナーの方だったらこういうことだろうなっていうのをチャネルリングしながらそっくしながら いい質問を投げかけてくれるんですあの例えば同じインタビューアーでもそのかさんはある意味小学生レベルから質問するっていう意味でうん。ここからたくさんの人たちにこう何て言うんでしょう,こう、ま、いろんな素材を引き出すってこと、はい、で早川さんみたいなプロインタビューアーっていうのはもう超ハイなんかレベルのことをべシって言って本人も考えてこなかったやつ。 回答をバシッと出すみたいな。うん、だから同じインタビューでもタイプが違うと思うんですよね。ああ、そうですね。うん。うん、まあそういう意味では、そのマドさんってすごく一般の人たちが引っかかるようなことを、でもセルフイメージってこういうのあるじゃないですか、とかっていう上手な切り返しをしてくれて、うん、みんな、はい、うんうんっていうふうに言ってくれてると思うんです。うんうん、だからそういう意味では、まあいろんなインタビューの人たちがいると思うんですけど、はい、まあ僕の場合はたくさんの人たちに聞いてもらうっていうのが、まあポイントだったので、 あんまりハイレベルな話をするというよりは、うん、どんな人でも分かりやすいような話し方っていうのは、まあ僕もこの12年ずい,ずいぶん和芸の練習をしてきたわけですけど、<laughs> はい。なので、その、縦板に見ずというよりは、その人の心にいかに寄り添えるかっていう話し方を、うん、はい。ポッドキャストで学ばせてもらったってところありますよね。うん。ああ、なるほど。ありがとうございます。 あのー、やはり今その音声の特質みたいなことも伺いましたけども、先ほども少し冒頭でもありましたけど、うん、まあ始めるのはね、ある意味今ツールも揃ってきてますし、形上始めるのはまあ極端に言えば簡単だと思うんですけど、YouTube もそうかもしれないんですけど、うん、ただ続けるのはね、すごく難しいというイメージ持つ方いらっしゃると思うんですけど、うん、それこそ、えー、検査を前にちょっと失礼かもしれませんが、まあ秋っぽい。 あんまり続かないってよくおっしゃってますけど、うん、その本田健さんがね、やっぱり12年毎週続くっていうのは、いくつか、うん、あのポイントがあると思うんですけど、その辺はきっと、本田健さんだからではなく、僕ら、あの普通の人たちも、むしろなんかこれからやってみたいけど、ちょっと続けられるだろうかとか、なんかその辺のハードル感じてる方たち、健さんがこう今、あの経験も踏まえてお話しできることってありますか あの、やっぱりね、その、自分の性格を知るってことはすごく幸せな成功にとって大事だと思うんですよ。えーはい、僕の場合は瞬発力あるんですが持続力がないんですよね。これよくわかってるんですよ。えー、それは、あの、いいとこでもあり悪いとこでもあるってことによくわかってるんです。うん、だから僕、単純なダイエットはすごい得意なんですよ。うん、はい。13キロ痩せるとか、ピシッと13キロ痩せるんだけど、その後、誰、ねはいはい、かというと、そういう,こう持続することにあんまり興味がないんですよ。なるほど。 そう。なので、もし持続させていきたいなら、はい。どういうふうにしなくちゃいけないのかって考えたときに、うん、やっぱりシステムがいるんですよね、はい。あの、ポッドキャストに関して言うと、その、毎月1回スケジュールを調節させていただいてるんですよね。うん、そうですね。はい。でそれで、僕は今基本的に Google カレンダーに全部もう集約してやってもらってるので、うん、あの、もう朝起きてとか、も、ま、う、あ、2日ぐらい前からいろいろ見て、で、朝起きたら Google カレンダー見て、あ、こういうことがあるんだなって。 はい、いうふうなスケジュールの動き方してるんですよ。はい、だからもう、そこに入ってたことはそのままやるんですよね。うん、だから、一月に一回必ず収録の日がやってきたら、よっぽど嫌じゃなければそのままやるわけじゃないですか。はい、で、その、早川さんをはじめいろんな方たちが、四五人の人たちにね、あの、関わっていただいてるんで、僕は、うん、なんか気まぐれで今日は気が乗らないからやめるってわけにいかないわけじゃないですか。みんな待ってる。うんはい、だから、めんどくさい僕でも、いろんな人たちがもう待ってたらやるしかないっていうか、うん やります、ね。決して嫌いなことじゃない、ないから。うん、だから、やっぱりね、自分なりに締め切りを作るとか、誰かそういう人にあ伴奏してもらうとか、はい、そういうふうな感じのことをやったら、多分、うん、どんな人でもできるんじゃないかなと思いますね。だから自分の、うん、特質を知ることでしょうね。秋っぽい人は、はい、そうやって、かっちり毎,毎月毎月や,やるのが得意な人とか、スケ、うん、ジュールを入れるのが得意な人とか、はい、そういう人にパートナーになってもらうといいでしょうね。うん うんうん、なるほど。まあ、それでも、その続けやすいっていう意味では、あの、うん、やっぱりね、何かと、ポッドキャストと YouTube って比較されたり、やっぱり、あの、YouTube をね、この2、3年で始めた方も非常に多いと思うんですけど、うん、あの、例えば、まあ、ポッドキャスト興味あるけど、やってみたいけど、うん、今の検査の話も聞いて、ハードルは下がりつつも、でも、 僕、私、YouTube やってるから、まあいいやとか、そういう方も少なからずいると思うんですけど、うん、まあ、ケンさんね、あの、YouTube 何年か前から始めて、両方始められてるので、まあ、両方やってみて、いろんな良し悪しも分かった上で、あの、それでも、やっぱり、ポッドキャストいいよっていうことは、なぜなんでしょうね。それはね、逆に早川さんにもお聞きしたいんですけど、まあ、僕の理由から言うとね、はい、やっぱり、その、今、あの、ポッドキャストっていうの、はい。っき言った信頼関係をずっと築いてるっていう意味で、そう。 今すぐに、例えばセミナーとか本とか、そういう有料のコンテンツに興味がない人でも、はい、あのしばらくすると、あ、本田健さんって本書いてるんだと思ったりとかね、うん、こういう声も書いてるんだと思って、はい、興味を持ってもらえる可能性があるわけですよね。はいはい、長期的にお付き合いが始まったらいいなと思っているので、うん、セミナーに来てくださいとか本書いてくださいとは全然思ってないんですよ。うんうん、そういうなんとなく本田健さんが言うことっていいよねって思っている人たちが何万人もいるのと、 それが全然いないのじゃ違いますよね。はい。うん。だからそういった意味では、あの、ポッドキャストって無料で入りやすいし、はい、iPhone とか入ってるので、うん、はい。そういうのも聞けるし、うん。だからそういった意味では緩やかな心のつながりみたいなものを持てたら、うん。うん、それはきっかけに、まあ、オンラインサロンも何千人の規模でやってるので、ええ、うん。勉強したいって方はそういうところに入ってきてくださった、うん、あるいは僕はこれからまた世界中でセミナーやってきます。はい。そういうところに来てもらったりするご縁になるわけで。うん うん、やっぱりね、意外と最初のきっかけは、ポッドキャストでしたっていう人いるんですよね。うんうん、だから、その出口っていうか、出会い方っていうのは、すごく大事にしたいなと思っていて、うんうん、で、YouTube とはまた違うんですよね。はい、YouTube の場合は、もっとリスペクトっていうか、ね、あの、でも作家のすごい人なんだな、みたいに思ってしまう。うんうん、だから、あの、最近、道芸や声かけられたら、その人の反応で、はい、あのポッドキャスト系か YouTube わ分かるんですよ。この間たたまたま あの、取りかかった方は、僕は、あの、はい、屋外のカフェでご飯食べてたんですけど、取り、はい、かかって、ほんで、健さんですかって言ったこの人いるんもそこの最初が違うわけですね。そうそうそう。あ、健さんですよねとかっていう人は、 ポッドキャスターの人なんですよ。まあそういう意味でそうですね。まさにケンさんおっしゃってくださったように、あのやっぱりそのポッドキャストってまあ当然ね、あの本質ラジオと同じ部分あると思いますけど、その中長期的なファン作りだったり、うん、コアなファンを作るのに非常に向いてると思うんですよね。うん、そうなんですよ。うん、あとねせっかくだからこう逆に僕は早川浩平さん聞いて、はい。 YouTube とポッドキャストでどう違うというか何でユあのポッドキャストがいいのかっていうのもよかったら教えてもらえますかああはいやっぱりね一番大きいのは、うん、あのやっぱりいつでもどこでも作れることだと思うんですよ。で、うん、これいや YouTube 別にスマホで撮れるでしょっていう方もいらっしゃると思うんですけどやっぱりその。うん なんて言うんでしょう。作り、作りやすい、オケージョンフリーだと思っていて、うん、やっぱりどんなにスマホで撮れると言っても、うん、まあ、見た目あるじゃないですか、映像が。<ー> <laughs> なので。では、お化粧とかね。 まあ本当に気にしない人はいるかもしれないですけど、やっぱりそれがそのまんま出てしまって、まあさっきの話と一緒なんですけど、その音声はまあ見えないから、当然、まあ極端に別にパジャマを進めるわけじゃないですけど、パジャマでもできますし、海外のどこか歩きながらでもできますし、あの、いつでもどこでもやっぱり気軽に話せると思うんですよ。で、それってやっぱり特に始めるときもそうですけど、ゆくゆく継続していくときに、必ずそれが かなり違いが出てくるので、毎回映像でかなり構えるっていうのはすごく大変だと思うので、うん、そういう意味でその大きな差が、あの、個人的には、あの、やっぱり大きいかなと思っていて、ストレスフリーのメディアがより、あの、ポッドキャストなんじゃないかなっていうのは思うんですよね。うん、で、あとは、やっぱりその、ケンさんおっしゃったように、僕もその、YouTube とか映像はいわゆる、まあ、リスペクトっていうこともあると思うんですけど、僕はこう思うんですけど、やっぱりその瞬間の最大風速というか、うん そのインパクトっていうのはテレビもそうですけど、すごく強いと思うんです。なので、そのいわゆる商品とか、何かその人の文字通り目に見えるものとかを伝える意味では映像の方が僕は適していると思います。ただ、先ほども話したように、やっぱりその中長期的にそのファンを作ったら、やっぱりこれぞ本だけに、例えばこれぞ早川洋平っていうパーソナリティを知ってもらいたい人には、あのその音声の方が見えないからこそその人の本質が伝わると思うので、うん、あの、なので、 まあ、そういう意味で、そのいつでもどこでも作れるってことと、見えないからこそ本質が伝わるっていうのが、あの動画にはない音声の、えー、大きなポイントかなと、僕は考えます。なるほどね。はい、あとね、僕あの、さっき早川さんと誰かに、はいこう、何がポッドキャストいい,いいかなっていうふうに思ってたんですけど、はい、こう編集というか制作が簡単っていうのは間違いなかっあ。 そうですね、もうふやってると忘れがちですけど、はい、そうですね最初ね僕はあのもう全部、ある意味あの、皆さんにお願いしてるんで、若干違うんですけど、普通の人がポッドキャストとか YouTube か、どっち始めるかって言ったら、機材の値段が多分 YouTube はなんだかんだって、スマホでも取れるかもしれませんけど、はい、ライトだなんだって、結構かかりますよね。下手したらもう数倍とか、1桁までいく可能性もある、変わる可能性もありますよね。 うん、だって基本的にもうそれこそポッドキャストって iPhone だけでいいんですもんね。撮れますもんね。うん。で、あの、音声の,あのアプリもそういっぱいあるし、はい。そういう意味でアップロードも、あの、僕は全部あのプロの人に逆にジングルつけていただいたり、はい。ね、JWAV の、元 JWAV のチームにお願いしてるから、うん、まあ、ややちょっと、あの、参考にはならないかもしれませんけど。はい。でも、その、普通に自分の番組をやる、スタートするって言ったら、うん、iPhone で十分できますよね。 本当にそうだと思います。で、今その、まあ、音声と映像というところ、どちらかというと僕らその作り手側の目線で今話してましたけど、うん、やっぱりその受け手としての目線もすごく大事だなと思っていて、まあ、ケンさんはじめ今までこうお手伝いさせていただいた方に、やっぱりその辺の話をした時に、ある方が面白いこと言ってて、うん、耳は疲れないよ。 耳は空いてるよっていう話をされててですね。やっぱりこう、まあ簡単に言うと、ポッドキャストというか音声の大きな罪って、やっぱ流聞きができることだと思うので、映像とか文章って、もちろんあの僕も大好きですけど、やっぱり基本的に見るという能動的なアクションは必要ですけど、聞くって自動的じゃないですか。うん、だから、まあ極端に言えば目は疲れても耳が疲れるっていう言葉あんま聞かないですよね。うん、なので、やっぱり、あのー、状況を選ばない。 あの、実際いろんなデータもあってね、車運転しながらだったり、家事をしながらだったり、特にこのコロナ禍リモートワークでおうち時間が増えたことで、それで聞く方が増えたって方も結構いるんですけど、なので、こう、多くのね、逆にこう何か自分の番組とか YouTube でもそうですけど、知ってほしいっていう方、やっぱりそのファンやファンになり得る人たちの目を奪おうと躍起になっている人もいるかもしれませんけど、その耳の時間はまだ空いてるよっていうのをちょっと、 うん、付け加えたいなと思ったんですけど、研さん自身もね、実際なんかもう昔から英語も含めて、やっぱりオーディオブックとか、聞くことにすごくあのユーザーとしてもあの愛着あるようなイメージあるんですけど、いかかがですかそうですね、僕はあの、まあ、ちょっとあの、意識的に耳を休ませるという時も、時間も作るぐらい、結構あ <laughs> あの、酷使してますね。はい、集中しようと思うと、意外といろんな音があった方が、終わったりするんですよ。 日本語の原稿を書きながら、はい。は c n n の流し、で左耳では中国語を聞いてたりとかするときあるんですよね。はい。だからそうやると頭がちょっと混乱するから、うん。そうするとね、不思議な集中状態に入れたりするんですよね。へえ、逆にそういうことがあるんですね。そうそうそう。それぐらい僕は脳と耳と集中の研究って結構してて、うん。うん。だから、あの、片耳だけやったりだとか、はい。やったりとか、うん。 プロとか、ねあのはい、防水のスピーカーを持ったりだとか、うん、まあ最近いいのがだいぶ出てきましたからねそうですね、はい、今そういうこともできるようになってきたし、うん、あのいろんなあのアレンジが効くようになったんですけど、うん、なのでやっぱり耳はねあの特に語学とか、はいあまあ、新しい言葉は、ね、いくつか多いんですけど、うんはい、そういう時に耳をあの活用しないともったいないなと思いますね。 まあ、さんはね、作家でもあり、起業家でもあり、まあ、クリエイターでもあると僕は思うんですけども、うん、やっぱり常々、まあ、検査自身が自分で番組やられてもそうですし、あの、いろんな特にやっぱり作家の方だったり、あの、起業家の方たちも、やっぱりその、こういう配信、音声をね、使うことをいろいろお勧め、あの、されていると思うんですけど、まあ、本当にそもそもなんですけど、あえて伺いますけど、やっぱりその作家にとって、まあ、起業家、クリエイターも含めてですけど、そのブランド作り、 をするために、まあ、いろんなことみんな、例えばウェブサイトを作ったり、YouTube やったり、いろいろあると思うんですけど、あえてその作家のブランド作り、起業家のブランド作りって考えたときに、やっぱ音声って適してるっていうふうにおっしゃってる部分もあると思うんですけど、それはな,なぜでしょう、ここまでのお話とちょっと重複する部分もあるかもしれませんけど。あの、音声だけじゃないと思うんですよね。はい。だから、例えばあ、投資もそうだと思うんですけど、うん、まあすぐやって回収しようっていうの投資もあれば、はい。 長期的に投資していくってこともありますよね。ああ、そうですね。例えば農業で言うと、はい、なんかこう、植えたらすぐ1週間ぐらいで芽が出るアルファアルファから、キャ、うんはい、ベツとか大根みたいにね、数ヶ月かかるし、ポッ、はいうん、ドキャストってやっぱ、桃栗、なんででしたっけああいうように。<laughs> ありますね。はい。こう,いうこう、あの、7年、10年かけて育てるものだと思うんですよ。はい、今まで12年やってきて、はい。13年、14年、15年って長くやっていくことで価値が、うん。はい。 待っってていくもののあると思うんでですよね、はい、なのでそういう意味では、ある意味、長期投資みたいな感覚が僕の中にありますね。ああなるほど。じゃあ、その時間、時間軸とかが違うってことですね。そうです、そうです。なので、あの今ね、中国とかでもすごくリスペクトされてるのは、はい、は作家として20年やってきたじゃないですか。はい、で今、中国の人に足りないのは時間なんですよね。うん。だから、どんなすごい人だって、この10年とか7年とか、下手したら3年ぐらいなんですよ。 はい。キャリアが。はい。だから20年もやってる人って結構少ないんですよね。この学科とか、うん。いや、本当ですよね。うん、そうなんですよ。なので、あの、これはまあ世界的にもそうだと思うんですけど、うん、10年前から第一線でずっとやり続けてる人っていうのは、欧米でもそんなに多いわけじゃないから、はい。だから、長く続けていくってことが実はすごく大事で、うん。なんか今年100万部ってなんか終わりみたいなじゃなくてね、はい。 そ,のそこまで売れなくていいから着実にしっかりヒットを出しながらずっと長く続けていくっていう意味では、うん、ポッドキャストっていうのはペースメーカーになってると思いますね。うんうんうん、そういう意味ではこう、やっぱりそれ始められる時から、まあ、いろんなね、うんあの、続けやすいような仕組みを作ったりとかいろいろ、音声の特質なんかもお話ありましたけど、うん、ここまで続くと思いました正直。<laughs> いや、僕はね、もうなんかやめないと思ってるから、ある意味で こう、僕にとってはこれは社会奉仕っていうかね、社会に貢献する事業の一環だから、はい。だから、その営利活動的な本とかセミナーとかをやめたとしても、これは何らかの形で、まあ続けていきたいものですよね。だから今ちょうど英語版もこの後収録するんですけど、はい。英語版のポンドキャストもここからやろうっていうので、うん。まあいろいろね、準備してるところなんですけど、うん。英語はちょっとまた難しいんですよ。その、難しい。クリアに発音しなくちゃいけないから、はい。 だから、ちょっと通じるぐらいじゃダメなので、英語の,の滑舌、うん、テイ、テイ、うん、そういう音も、もう少しクリアに出さないと、はい、え、ワって言われるようじゃダメなんですよね。うん、はいはいはい。100%通じるっていうとこまで、今ほぼ,ほぼ来たと思うんですけど、うん、英語でも今挑戦、ちょうどこれから始めるとこです。うん、あのー、ま、12年間。 音声配信して、まあまあ、せっかくなんで音声だけじゃなくてこういろんなね、まあ、本書いてもそうですし当然、映像で配信してもそうですけど、うん、こうやっぱりそれをきちんと配信し続けてって楽しく続けられる人とそうじゃない人のこう境目とかってどこにあると思いますかね、うん、やっぱりねそれをこう楽しむ仕組みがあるかどうかってことじゃないですかね。 やっぱりそこですか、うん、例えば窓川さんとの相性っていう意味ですごくいいと思うし、はい、窓川さんもすごくこう楽しんでいただけてると思うんですよね。はい、早川さんとも12年ずっと続いてるわけだし、はいね、場合によってはすごい有名な先生でも、早川さんと性格的に合わなかった人も多分いると思うんですよ。早川さんにリスペク,リスペクトをこうしなくなった作家の人とかも、ね、ひょっとしたかもしれないし、うんうん、そういった意味ではその相性ってあるじゃないですか。ありますね。はい うん、だからその、そこに流れる空気みたいなものがあって、はい。互いにリスペクトがきれいに流れていくっていう職場環境というか、はい。制作環境ですよね。うん、うん。で、面白いのはそのキーとなる人たち以外は結構入れ替わったりとかもしても、はい。その、なんて言うんでしょう。あの、キーとなる人たち以外は、その収録関係の人とかは出入りとか、はい、基本はずっと続いてるわけで、うん、はい。安定感っていうのはやっぱりなんか安心感につながるわけだし、 はい、それが、なんて言うんでしょうね。その僕の、なんかこう、生活の一部になってるので。うん。だから皆さんにとってもひょっとしたらリアキンを聞いてくださってることが生活の一部になってるかもしれないけど、はい、生活の一部にもなってるんですよね。だからそういう意味では、無理してやったりとか、頑張ろうとか、なんかそのダウンロード数を伸ばすためにとかっていうふうに思ってたら、多分途中で疲れちゃうんじゃないですかね。 そうですね。でも本当にそうですね。こう、研さんも含めて、自分自身も含めてですけど、もちろんね、あの、まあ、その何万ダウンロードが出たら、やっぱ嬉しいですし、例えばね、あの、自分の何か仕事だったり、活動につながれば、もちろん嬉しいですけど、でもずっと続けてる方、あの、まあ、逆説的ですけど、多くの方に聞いていただいてる方って、やっぱりその数字だけじゃないですよね。うん、うん。うん、そ,うそうそうそう。だから、あの、今年はね、いよいよコロナも明けそうなので。はい。 ディアーの公開収録なんかをやろうと思うねはい。こういうので全国回りたいなと思うし、うん。例えば、あの、ディア県公開収録。まあ、これはまどかさんが、あの、どうできるか、あるいはリモートで自然かはわかりますけ、ね、ど、<ー>ディア県公開収録インパリとかも面白いあ海外ツアーで、アンギャできますね。そう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 。うん、これからね、世界一周をしたりとかしようと思ってるんで、はい、そういうディア県ここはどこどこですみたいな、うん、それも英語と日本語版とね、いろいろ、はい。 ですけど、うん、なんかそういう感じのこともやってみたいですよね。ま、とにかくそうやって自分がテンション上がれることをしかやってないので、はい。だからやっぱり疲れたりめんどくさくなったりしてないんでしょうね。うん、なるほどね。あの今回ね、あの。 やっぱり、けんさんが12年600回以上、こう番組続けられてきて、いろいろこうお話伺ってきたんですけども、一応、あの、僕自体が今回初めてこう、ポッドキャストでこの番組を作って、ブランドを作るっていうオンラインの講座を始めたんですけど、でも実はこれそもそも、あの、僕自体はね、こうやってけんさんとかいろんな方を もう日陰で、<laughs> あの、裏方でやるのが好きなので、ずっとやってきたんですけど、うん、あの、ケンさんからやっぱりいろんな方にね、これからどんどん発信していく時代なんで、そういう講座を作ったらどうかっていう、うん、まあ、実はね、あの、ザクの話でケンさんから言っていただいて、まあ、今回ね、うん、あの、おかげさまで、あの、これから出せることになったんですけど、そういう意味では、あの、さっきお話し,しましたけど、誰でも、 まあ極端なしちょっとネットで調べれば作れるじゃないですか、形としては。なんですけど、僕が今この中で聞くのも変ですけど、なぜやっぱりそういう講座ってあった方がいいのかなっていうのを言ってくださったのかなっていう、すみません、ちょっと講師混同しちゃいますけど、素朴な疑問なのです <laughs> いや、あのね、やっぱりね、その、何をやるにしても、その成功の法,法則みたいなのがあって、はい、本の書き方でも、20年前の僕に教えてあげたいことがいっぱいあるんですよね。なるほど。こうやったらよかったとかっていうのを、はい 聞いたら意識が、あの、わかることが、えらい時間がかかったりとか、無駄になったことって結構多いと思うんですよ。はい。だからそれが一体何なのかってことは、始める人もわからないんですよ。だからそういったことを最初に教えておいてもらったら、うん。随分時間も手間も、あの、楽になるのになって思うことがいっぱいあるんですよね。はい。例えば、僕は今中国をやって、だいぶ喋るようになってきたんですけど、うん。 その最初の頃にやったのは、時間が遠回りみたいだけど、はい、うん。中国をマスターした人たちにインタビューしてもらったんですよ。えー、何をやったらいいんですかって。で、聞くことだよとか、まあ、うん、これだよみたいなね、感じでやってもらって、はい、ちなみに、今ここにもあるんですけど、こういうふうな中国語のテキストと、ピンが細かいから虫眼鏡も用意してるんですよ。はい、<laughs> はいはいこれはい、僕のセットでどこ行くにも持ち歩くんで例けど、はい、そういうのも、こうやったらピンが見やすいよとかね。うん。はい。 なるほど。とか、虫眼鏡がいるんだなとかね。そういうことを、先に行った人たちに教えてもらったら、はい、もうめちゃくちゃ楽というか、自分でもできるかもしれないけど、うん、まあだからあれかな。例えば大工さんにお願いして全部きれいなのと、はい、自分でこうやるのと、はい、DIY とですよね。か確かに、そうですね。きれいわけじゃないけどそ、ねまあ、そしてそれが好きな人はいいと思いますけど、やる僕やることいっぱいあるから、その中、いちいち DIY をやるわけにいかないなっていう。はい まあ、やりたいところはやるかもしれませんけど。そういう意味では、専門家の人とかにまあ、僕は基本的にお願いするタイプなんですけど、まあ、半分自分でやるとしても、何をやっちゃいけないのか、何をやるべきなのかっていうのは、専門家の人に5分、10分でも30分でも、本当は聞いた方がいいと思います。でも、早川さんみたいなギャラの高い人にお願いしたら、いえース何セッションだったらすごいあれ、まあ、大体そういうこともね、あれ、忙しくないから、だからそういう人が、こういうことが大事ですよっていうのは、 僕はすごい時間とお金の節約に最終的になると思うんですよ。そういう意味では、僕は専門家の人に、まあ僕の場合専門家の人に直接聞いて30分間取ってもらって一番大事なことを聞くようにしてるんですけど、はい、それができない時には、その分野で誰がすごくあの活躍してるのかを聞いて、うん、その人の動画とかで学んでますよね。それがね一番早いですし、うんあ。ありがとうございます。まあそうなんですよね。まあ今、今、 ね、いろいろ言っていただいて、僕自身もね、あの、やっぱり改めて自分が実際学ぶときって、やっぱりそういう学び方を基本的にはしてるかなっていうのをちょっと感じましたね。うん、はい。まあそういう意味で、あのね、あの、今回、あの、作家企業がクリエイターのためのポッドキャストブランディング講座というものをですね、うん、あの、オンラインで、あの、僕が、えー、お伝えする講座を、えー、今日から、えー、リリースさせていただくことができました、えーまあ。具体的にね、やっぱり、ケンさんもさっきおっしゃったように、その、 何て言うんでしょう。番組を続けるための仕組みとかいろんなことも大事だと思うんですけど、その一番大事だと思うのは、その <laughs> ハウツーのツールも大事なんですけど、やっぱり、 なぜその番組をやろうと思うのかとか、例えばそのね、市場はどうなってるのかとか、そういったことっていうのをやっぱりきちんと突き詰めたリサーチすることっていうのがすごく大事だと、どんなジャンルだと思うので、うん、あの、まあ、僕自身が、あの、先日ながらやっぱりこれまでずっとやってきたことを、あの、その辺も含めて、具体的にコアなファンを作るためのね、方法だったり、あの、企画の作り方だったり、あと実際具体的に、やっぱりそうは言っても収録場所どうしたらいいのかとか、 あのね、ズームどうしたらいい、ね、そう、配信どうしたらいいのかとか、はい、その辺をはい、お伝えする講座を。 実際作ってますので、あの、よかったら、こちらの方ですね、うん、あの、概要欄か、えー、キクタスと検索していただければ、えー、その講座が出てくると思いますので、もしちょっと興味がある方がいたら、チェックしてみていただいたらと思うんですけど、実際今、うん、ケさん今日もこれ僕らオンラインでやってますけど、うん、収録って、これ、個人的にちょっと伺ってみたいんですけど、その YouTube にしろ、Podcast にしろ、まあ、収録とかライブとか、 えー、リアル会場とかいろいろあると思いますけど、なんかやっぱ全部ちょっと違うもんですか、空気感とかいろんなこと。やっぱりね、1人で何千人の前のセミナーやってても、めっちゃ面白いこと言ったのに、なんか笑い声が返ってこないとかね、はい、そういう寂しさがあったりとかもするし、うん、やっぱりライブでそろそろまああの開始しようと思ってるんですけど、えー、ライブで話をして、どっかんどっかん受けるみたいな、あの楽しさは、やっぱりこうオンラインじゃないですよね。 あとまあでも、例えば気軽にできるってこともありますよね。こう,こういうやり方。ああ、そうですね。気軽さは確かにあるなと思うので、うん、まあ,あの、どれが好きなのかってこともあると思うんですけど、やっぱりいずれにしても自分がその誰とつながりたいのかっていうことだと思うので。誰とつながりたいか。うん。ポッドキャストを誰に聞いてもらいたいのかってことですよね。ああ、はいそう。例えば作家の人だったら30代女性に聞いてもらいたい。うん あれ、税理士の人だったら、あの、個人事業主の人に聞いてもらいたいっていうのはあるわけですよね。うん、はい。皆さんが持ってるそういうコンテンツっていうのは、しっかりちゃんと、その、まとまってないと思うんですよ。うん。だから、ポッドキャストみたいな番組をやり始めたら、イヤゴーでも考えますし、うん。皆さんが知ってる、例えば税金の知識とか、会計とか、はいあ、こういうふうに説明してあげたら、すごく役に立つだろうなとかね。はい。あるはずなんですよね。はい。えー、あの、ポッドキャストって、だから、有名な人とかが、 やるるももんんだなってイメージあかしれませけど有名じゃないからこそ自分の人が知ってもらうためにやった方がいいと思うんですよ。でそのためには自分が何が提供できるのか誰に伝えるのかっていうことがまとまってないわけで普段ねそういったことをまとめている人ってなかなか少ないと思うんですよ。だから自分が改めてお客さんをどこにするべきなのかどういう人と一緒に何かしてるとテンションが上がってくる。 ですよね、例えば20代女性に向けてやってるあのなんかこうこう美容とかそういうふうな女性がすごく輝いてる、はい、50代のおっさんが観客に来たらテンション下がるかもしれないし <laughs> 逆にね20代の女性だと苦手だけど50代の女性だったら頑張りましょうみたいになるかもしれないし、はい、自分がそのあんまりこう肩肘張らずにリラックスして進める、はい、そして自分の話、うん、面白いと思ってくれる人って誰なのっていうのはね、うんうん 多分、あの、ポッドキャストやると分かると思うんですよ。うんうん、自分は男性に向いてる、男性にすごく好かれるのか、女性に好かれるのか、はい、40代のその人に好かれるのか,とか、<ー>そういうのも、ポッドキャストってバっちり出てくるじゃないですか。出ますね。出しますね,、はい、ね。だからそれがすごく面白いというか、自分のエネルギーが誰に刺さるのかっていうのは、はい、面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん でもおっしゃる通りです、なんかやっぱり振り返るとですけど、そのポッドキャストを、まあ、その番組をやっていくとか作る、今の企画考えるっていうこと、結構なんか自分と向き合ったり、ある意味、誤解をするとい作家として本を書くときのこう考えること、ちょっと近しい部分はないですか、どうですかまあそうですね、まあ、本の場合はもっと深く深くやりますけど、はいはい、やっぱりね、そのパブリックになっていくってことなんですよね、ポッドキャストは。 だから、その、ある意味、ポッドキャストをやるっていうのは、公の人になるようなところがあって。で、だからこそ、なんか、そう,う番組やってる人って、ね、信頼性も高まりますし、はい、誰でもできるわけなんですけど、やっぱりちゃんとした人しかやらないじゃないですか。うん、はい。だから、基本的に信頼は受けやすくなると思うんですよね。うん。例えば、毎月30人とか50人の人しか聞いてなかったとしても、はい。この人たちは皆さんの、あの、話す内容に興味を持ってくれてるってことですよね。そうですね。うん。それって、すごい嬉しいことで、 はい、自分をね、話すことに、まあ、今ちょうど LINE でも今、今、今もう、あ、すごいな、4000人近い方が、ありがとうございます。だったんですけど、まあ、そういう人たちが、このね、昼間のちょうど休みの時間に、こういう話を聞いて面白い、まあ、面白くなかったら多分もうすぐいなくなる <laughs>、はい、あ面白いと思って聞いてくださってるっていうのは、まあ、うん、まあ10人でも嬉しいことですよね。うん。だから、それを、その体験してほしいなと思いますし、うん まあ本当ね、ぶっちゃけ配信したもん勝ちですよ。<laughs> そういったこと恥ずかしくても、ねはい、やり始めたら、うん、必ず反応ってあるから、はい、そうするとね、やっぱりなんか、あ自分の話とかでもこんなに喜んでくれる人がいるんだ、うん、喜びに変わるし、うん、それがね、なんか皆さんの喜びになってくると、ど、うんどんちんさん面白くなると思います。 いやでもおっしゃってくださってさすが作家の本田健さんって今思いましたね。僕そのポッドキャストってどういう感じって言われるときに、<laughs> うん、やっぱりその他の SNS と違って、まあどうしても僕が話すとちょっとポジショントークになりそうなんであんまり控えてるんですけど、うん、でもやっぱり一言で言うとその、うん、持ってる感って言ってるんですよ。メディアを持ってる感。 ちょっと格好つかない表現なんですけど、ただ今まさにケンさんがおっしゃってる、やっぱりそのパブリックになるっていうのがすごく、あの、それが言い得て妙だなというか、もうドンピシャだなと思ったんで、そのやっぱパブリックになるっていう、それが昔であれば、あの本当にテレビ局の人とか、ラジオ局の人とか、有名人しかできなかったと思うんですけど、やっぱりその個人ができるようになったっていうのは非常に、やっぱりそこが革命的だなというふうに思うんですね。うんで 僕、個人の話はあんま今日はしたくないんですけど、ただ一つだけちょっと最後に言わせていただきたいんですけど、最初には12年前、そのケンさんにも出ていた人生を変えりさせて、本の著者にインタビューする番組を始めたときに、もうあの顔も出せなかったし、僕も会社員だったんで、で、名前もあんまり出してなかったんですけど、そのインタビューした、本田ケンさんとかにンインタビューさせてもらった番組が iTunes で、よくわかんない怪しい早川洋平っていう誰っていう人が、その BBC とか CNN とかよりも上に立って一位になったんです。 ですよその時あのすみません別に自慢したいわけでも全然ないんですけどその時実は会社でも鳴かず飛ばずでもうなんかこの先どうしようかクビになりそうってだった時にその多くの人何万人に聞いてもらえてるみたいなのを実感した時になんかその時こう思ったんですよねあなんか今までのこうなんだろう世の中だと敗者復活戦ってもう特にこういうものだとないけどなんか例えばあとは。 失礼ながら、ケンさんが今からメジャーリーガーになるの無理ですよね。<laughs> <laughs> はい。なんですけど、この世界だったら、ひょっとしたら本当の人に役に立つものとか、情熱を注げるものがあれば、 なんか今からでもいくらでもまだ道は開けるんじゃないかっていうのをすごく感動したことを覚えてるんですよ。うん、で、それからずっとまあ縁あって自分も続けてこうやっていろんな方のお手伝いさせていただいたんですけど、とはいえ、やっぱり改めて最後そのパブリックっていうところで僕もすごくその時ちょっと怖かったんですよ。かそういう意味で最後にやっぱりケンさんにこれからあの、もしね、あの今日これを聞いていただいて何かやってみたいっていう方いたらやっぱりその恐れ。 公にななるることととへのの恐れっってきっとあるのかなと思うんですけどそういう方へ向けてなんかもしあの始めようか迷っている方には、ね、メッセージもし最後にあればいただけないでしょうかはいありがとうございますあ皆さんがね何かをこう発信したいと思った時に同時に受診する人もいるってことなんですよだから例えばその会計のねことについて教えたいとかアロマセラピーについてなんかこう自分がやってること面白いと思うことを伝えたいと、はい、思った瞬間には それが面白いっていう人も必ずいるってことを思い出してほしいんです。うん、あの、僕は本書き始めた時に、はい、誰が読むのかなってすごく何回も何回も思ったんですよね。本当ですか <laughs> <laughs> それで、こんなくだらない本誰が読むんだろうって思ったけど、うん、結果的に何万人の人たちが読んでくださって、で、それがまあすごく広がっていったわけですよね。はい。ロッサルと対談した時に言われたことですごく僕は,はっきり分かった時があって、あなたが本を書きたいと思った瞬間に、あなたの本を読みたいってい人が生まれるっていう言葉があるんですよ。 だから皆さんが発信したいと思った瞬間に皆さんの本、あるいは番組を聞きたい、読みたいっていう人たちも生まれてるってことなんです。なので皆さんにその思いがあれば、なければ別にないってことないんですけど、あれば必ずもうそこに読者とかリスナーは発生してるってことですよね。だからそれを信じて、とりあえずもダサい、そのジングルも入ってないとか、それでもいいんですよ。それでも、 自分の番組を作ってみるっていうことによって何かが変わっていくと思うんですよね。例えばその新しいクライアントって必ずそこから来ると思うんですけど、そういうのがなかったとしても自分が何やりたいのかってことがはっきり分かって、そしてそれが自分の中でストーンと腑に落ちただけでもすごい僕は儲け物だと思うんですよね。だから不定期でもいいから何でもいいから自分はこう考えて今の仕事やってますっていうのをやったらいいと思います。特にプロフェッショナルの人とか作家の人たちは もう僕はマストだと思いますね。YouTube はすごいお金もかかるし難しいけど、ポッドキャストだったら比較的誰でもあのできると思うので、審査もありませんしね。まあそういった意味ではすごく僕はポッドキャストから入るっていうのは誰でもできるし、その、まあ、まあ、や,めやめたらいいんですよ。嫌だったら。そうですね。いつでもね。や <laughs> めてもいいわけだし、うんあの、そういうね、手続きもそんな難しいことじゃないから、まあ、 自分の番組を持つ、特に自分のね、経歴のところに、えー、なんとかなんとかっていう番組を、えー、インターネットラジオで配信中とかね、なんとか番組のパーソナリティを務めるとか書いたら、うん、めっちゃかっこよく見えるじゃないですか。そうですね。だからそういった意味で自分の番組を持つってことに対してワクワクしてほしいし、うん、その番組を聞いて人生が変わる人もいるかもしれないという可能性を、ぜひ今日は感じていただきたいですね。はい。 ありがとうございます、うんえー。皆さんもご視聴いただいてありがとうございました、えー。今日はですね、作家の本田健さんをゲストにお招きして、ポッドキャストでブランドを作る方ということで、えー、皆様にお届けいたしました、えー。本田健さん、本当に今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。こちらこそ、これからね、ポッドキャストやる人が増えていくのを楽しみにしてます。